本日初めに、えー、私からのお話は2021年度第1四半期決算についてご説明をいたしますお手元の決算単身と決算概要をまとめた参考資料を適宜ご覧ください、えー、当第1四半期の営業収益については出来高に連動する収益は減少したものの上場関連収益や相互情報量をはじめとした 情報関連収益などが堅調に推移したことなどから、前年同期費1億円減、若干減少でございます、0.5%減の325億円となりました。一方、営業費用については、減価消却費の減少に加え、デリバティブ取引高の減少に伴う、ライセンス料の支払いの減少などによって、前年同期費 7億円減少、パーセントを表示で見ると4.8%減の145億円となりました。この結果、損益については営業利益は前年同期比プラス0.9億円、0.5%増ですね、パーセント、の184億円、四半期利益は2億円プラスの パーセントで見ると1.7%プラスの122億円となりましたまた公表しております業績予想に対してはおおむね想定の範囲内進歩して進捗しているということでございますなお決算の詳細につきましては後ほど事務局からご確認いただければと思います続きまして2点目でございます 2点目につきましては、私ども JPX グループのカーボンニュートラルの達成目標についてご説明します。お手元の資料をご覧ください。日本取引所グループは、一企業として気候変動への対応に取り組むべく、本日の取締役会において、2024年度までに JPX グループ全体で消費する電力の すべてを再生可能エネルギーに切り替え、カーボンニュートラルの達成を目指すことといたしましたので、お知らせいたします、えー。具体的にはまず、今年の秋から、この東証ビルの電力について、再生可能エネルギー由来の電力契約に切り替えます。その後、2024年度末までに APX が再生可能エネルギー発電設備、 を保有し自社で再生エネを作ることの検討を進め、カーボンニュートラルの達成を目指します。えー、JPX の電力消費は、まあ、ビルもございますが、一番電力をたくさん使っているのは、えー、トレーディングのシステムと、データセンターにおけるコンピューター。 でございますのでこちらの方の電力の供給について再生可能エネルギーによる発電に切り替えていくという計画でやっております引き続き市場運営者としての取り組みを積極的に推進してまいりますが上場会社の jpx が単体としてもサステナビリティ関連の課題について必要な対応を 加速させていきたいと思っておりますなお詳細につきましてはまた事務局の方にご確認いただければと思います続きまして3点目のお知らせでございますがこれはトコムにおける LNG の先物取引の上場及び電力先物取引の減月延長等についてでございます お手元の資料を適宜ご覧ください今後、アジアにおいて予想される LNG の短期スポット市場の拡大に伴うヘッジニーズや発電マージンの固定化ニーズの高まりを踏まえ、JPX グループ傘下の東京商品取引所トコムにおいて、円建ての LNG 先物取引を2022年度第1四半期をメドに上場する予定でございます。 また、トコムに上場している電力先物取引については、参加企業数が2019年の9月の上場当初の13社から直近では100社と大幅に増加し、本年5月には月間取引高が、また6月末には取り組み高が、それぞれ上場来最高を記録するなど、拡大傾向にございます。 この電力先物取引について、さらに取引の機会を広く提供することを目的として、現行の15元月制から24元月制へ延長するなどの制度の一部を見直し、2022年4月をめどに実施する予定でございます。 これらにつきまして、制度要項を公表するとともに、パブリックコメント手続きを開始することを決定いたしましたので、お知らせいたします。トコモにおいては、現在上場している電力および原油、石油製品の先物に、先ほど申し上げました LNG 先物が新たに加わることによって、電力と発電用燃料をワンストップで取引できる、総合エネルギー市場の環境整備が 一層促進されることとなります引き続き日本のエネルギー市場の安定化に資するべく、エネルギー政策との整合性を踏まえた市場参加者にとって利便性の高い総合エネルギー市場として、国民経済の発展に貢献してまいりたいと思います。なお、詳細につきましては、やはり後ほど事務局にご確認いただければと思います私からのご報告の必要は以上です。